どうも、皆さん、こんにちは。ビデオゲームクリエイターの横尾太郎です。まずは僕の自己紹介からしていきたいと思います。えー、っと、僕はですね、あの、コンソールと呼ばれるタイプのゲームを作るクリエイターなんですけれども、代表作は PlayStation 2で出たドラッグ・オン・ドラッグーン。海外だとドラッケン・ガードっていうタイトルになってますね。あと、プレイステーション4で出たニーヤ・オートマタとか、ニーヤ・レプリカンと、そういうゲームを作ってます。またですね、あの、 スマートフォンのゲームも、えー、とクリエイティブディレクターというディレクションをさせていただいております。えー、とこちら代表作はニア・リインカーネーションというゲーム、またシノアリスというゲーム、両方、えー、とクリエイティブディレクターという仕事をやってるんですけども、まあ、クリエイティブディレクターというのは何かというと、な、ま、ん、あ、だろうなあの、ディレクターというのはゲーム開発の現場にいるんですけれども、あのクリエイティブディレクターというのはゲーム開発の現場にはいないけど、あのなんか遠くから あの頑張ってる若者に作らせてなんかたまに文句を言ったりするっていうそういうタイプの仕事をやらせていただいておりますあとですね他にも漫画あのこちらストーリーのこれあのイラストではなくてあの原作の方あのシナリオの方を書かせていただいておりますまたですねあの舞台 コンサートの演出ですね左上はあの舞台ヨルハ「夜派」に「オートマタ」っていうゲームからスピンアウトした舞台をやらせていただいていて右下はそれのオートマタのコンサートの映像のディレクションであったりあの朗読劇あの実際にステージで朗読してもらうシナリオの,あのライティングを行ったりしましたそれでは今日お話ししたいと思うのは「えー、How to make the second worst story in the world」 あの世界で2番目にダメな物語の作り方というタイトルのお話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、とですねまあこのタイトルをつけてるのには理由はそんなに深い理由はないんでちょっと飛ばしたいと思うんですけれどもあの物語をあの作る時に僕もともとデザイナーだったんですよねアーティストでしたで僕もあのライターとかプラあのゲームデザイナーではなくて アーティストから急にあのゲームディレクターになったので、お話の書き方とかわからなかったんですね。それでお話の書き方を勉強しようと思って、あのいろんな本を買いました。で、えっと、そこに書かれていたのは、まああの、演劇理論、ドラマティックストラクチャーとかあの、三幕構成、スリーアクトストラクチャー、あと、ナラティブストラクチャーとか、まあ、そんないろんな本を読ませていただきまして、いろんなことが書いてありましたけれども、 えっと難しくて分かんなかななったんですね正直な話あの学生の皆さんとかでもいると思うんですけれど演劇理論みたいな本ってちょっと書いてあることが難しすぎてあの何が面白いのか分かんないっていう状態ですごく苦しみましたそれでそこで僕が、えー、と自分なりにお話の作り方を発明しなきゃいけなくてまあそのお話を作る上で一番簡単な小さな あのことから始めようと思って最も小さな単位って一体何だろう感情を動かす最も小さい単位は何だろうということでまあその中でいろいろ考えた結果僕の中でたどり着いたのはえっとコンテクストですね。これが感情を動かすす一番小さな単位だと思いますちなみに今あのちょっと一番小さなって言ったんですけれども本当に一番小さい単位っていうのはあの 音がバーンと大きくなってあのびっくりしたりするそういうその生理的な反応が一番小さい単位なんですけれどもこれはあのもうちょっとあのお話を書いてそのシナリオを読んで動かすあの心が動く一番小さい単位それがコンテクストというふうに考えていますじゃあコンテクストって一体何だっていう話に今度はなっていきますこれを今から説明させていただきますね、えー、とコンテクストっていうのは、えー、とイベントとイベントをつなぐこの矢印あのがコンテクスト ですでこれだけ見てもわからないです、イベントってあの出来事と出来事をつなぐあの事柄がコンテクストで、それが何かということを説明します。まず、えー、とイベントとイベントをつなぐときに、後で起こった出来事あの、まあ、男が死んでいるというふうに書いてあるんですけれども、この男が死んでいるという文章を読んだだけでは、な何,何の感情も起きないんですね、あるイベントを見ただけでも感情は起きないと。 あの感情を起きるためにはそのコンテクストが必要でじゃあコンテクストどういうコンテクストが必要かっていうと男は病弱な娘のために薬を買おうと無理して働き倒れてしまったというふうなあのイベントが以前ありましたそして今男が死んでいるというふうなイベントが起きましたこの2つの線をつなぐことでこの線が何かかわいそうだなと思うんですよね。あの男の男人かわいそうだなんか あの最初に男が死んでいたって一体何だろうという感じしかなかったのにこの前段の、えー、と娘のために薬を買おうと無理して働き倒れたっていう情報を見ると僕らの気持ちの中にかわいそうだっていうふうにあの気持ちが発生するつまりこの小さい一番小さい単位は何かあの出来事が起きるときにあのその前振りとして、えー、とその理由があるその理由があることで あの次のイベントが男が死んだっていうことが悲しく感じるとこれが一番小さい漢字を動かす単位ってなってますでこれを使ってもうちょっと複雑なあのことをやってみたいと思いますでは行きますドンえっ、ー、と敵を殺したくなるように感情を操作するということを今からやりたいと思います で、なんで敵を殺した、こんななんか物騒な、あの、なんか感情操作を入れるかっていうと、あの、僕が作ってるビデオゲームっていうのは、大体が、あの、敵をですね、倒したりですね、殺したりすることを要求されるんですね。まあ、あの、いろんな大手の、あの、ゲームのパブリッシャーさんから、そういうタイプのゲームを作ってくれって言われるんで、物語としても、なるべくその敵を殺したくなるような物語を書かなきゃいけないと。で、えっ、ー、と、まあ、サンプルとしてちょっと作ってみたいと思うのが、 村を守るために敵を殺せというこういうでっかい文字が書いてありますね。この感情、あのまあ、こういうゲームを作らなければいけないと。つまりこの襲い来る敵をあの殺すっていう気持ちにさせなければいけない。ということでちょっとあのこれ大きすぎるのでちょっと小さくします。で、えー、とこの文字列あのだけ、Kill the enemy to protect the village っていう文字だけ見て、あのなんか わあ敵を殺そううっていいううにみんんななあんまり思わないんですよねなんでかっていうとそもそもその村って一体何なのっていうあの知らないし知らない村とか別にあの守らなくていいじゃんとかあの殺し合いとか良くないから話し合おうよとかあのそもそもこの村を捨ててみんなで逃げればいいじゃんみたいなことをみんな考えるわけですよ、まあ、普通の人だったらそうするの殺し合いなんて嫌ですからね。 だからこれを敵を殺さなきゃっていう気持ちに今からデザインをしていきますまずですねえっ、ー、と最初にセットするのはえっ、ー、と村から逃げられない病人や子供をえっ、ー、をこのお話に作っていきますなんでかっていうとあの病人や子供を置いてここから逃げるのにまあ行ってしまうと足が遅いから逃げられないとそうすると敵に襲われて死んじゃうから村にとどまってなんとか あの防衛する必要があると要は逃げられない理由を作ってあげるんですね。でその次ドン理不尽な発生これ何でかっていうとあのなんだろうな村から逃げるっていうことをやるのにそもそも何で逃げるかっていう理由をやら作らなければいけなくてあの正しい領主でみんなが正しいことをやってる村だったらあの政治だ政治家だったらあの村から逃げる必要ないんですよね。あのやっぱり理不尽なことをやってくるっていうことを。 がまず必要ですあの圧勢これなんかあの薄汚い政治家たちが税金をすごい持っていくとで食え,食えない状態になるというようなことがありますで食えないだけじゃあのなんか敵を敵じゃないので敵を殺そうというふうにならないので強大な敵もちろん村にあの村のもの全て奪おうというする強大な敵が訪れますそうしないとあの敵がいないと倒せないですからねで敵を用意したところで、えー、とまあ あの逃げられない状態、理不尽な政府、そしてえと強大な敵というようなセットアップがそんだんですけど、もうちょっとさらに強化したいと思います。ドン仲間の献身的参戦ですねこれはあの今まであのパーティーとかで一緒にいた仲間が、この村を守らなきゃだめだよって、私が守るって言って、プレイヤーを差し置いて、なんか自分で一生懸命守りに行ったりするんですよね。あの そしたらまあプレイヤーとしてもあの人が行くんだったら俺も行かなきゃなみたいなあの仲良くしてたやつが行って守ってくれるんだったら献身的なことをしてくれるなら俺もやらなきゃいけないっていうまあそのなんだろうな言い方悪いですよ同調圧力みたいなのを発生させますでここでちょっと忘れちゃいけないのはあの敵と味方がですねあの自分の方があんまり強くなっちゃうとあの敵が弱くなってそれを弱い者のいじめをしているように見えるんですねで そういう意味では敵は常にいつも自分より強くないとあの倒そうという気に起きない。あの日本語で言うと完全懲悪っていうんですけどちょっと英語で何て言うか分からないんですが、まああのえー、と悪いものを倒すいいものを良いことを進めるという上では強大な敵でないといけないということでボン、まあ、敵の無慈悲な増援ですね、まあ、敵ももともと強い敵なんですけどさらにその何倍もの敵が来ると。 こういうセットアップをしてあげることで、えー、と村を、あの村に襲い来る敵を、こいつを殺さなきゃっていうふうにプレイヤーさんは思ってくれると、まあゲームではよくこういうセットアップをすることで敵に対する憎悪をかきたてて敵を倒そうという物語を作る仕組みになっています。で、まあ,あのこれ、なんだ、一度に全部見せてしまうっていうことではなくて、まあ、この,ブあの矢印になっているブロックはストーリーが進むにつれて順番に提示されるんですよね。 まああの最初にあの理不尽な圧勢があって次にあのその村の人たちが病気になったり子供がいるということが分かってくるでそして敵の強い援軍あの強い、えー、と敵がやってきてそして次に仲間があの応援しに来てくれる最後に敵の無慈悲な増援があってもう一番盛り上がるところっていう流れで順番にあの語られるという形で物語としては進みます。で今はですねこの 僕、コンテクストのお話をさせていただいたんですけれども、まあ、今日の、あの、なんだろうな、あの、会議のメインテーマ、あの、インタラクティブっていうところがどう関係するかっていうとちょっとお話ししたいと思います。えっ、ー、と、コンテクストとインタラクティブの関係ということで、あの、左がコンテクストで右がインタラクティブです。あの、嘘です。えっとですね。 今お話ししたようにストーリーっていうのはあのイベントとイベントがつながっているコンテクストがによってできていますあの。これは必ず漢字を動かすブロックはこうなっているというふうに考えてください。あのそうじゃないよと思うものもあるかもしれないですけど必ずあのつながっていますと,で、えー、と。今からそれの説明をします。このイベントとイベントのブロックがすごくたくさん集まっているものがストーリーになります。でビデオゲーム版。 といううのが何かっていうとですねあのこれはストーリー以外のものってビデオゲームあるよねっていう例えばスコアであったり例えばあのジョイスティックによる操作であったり例えばあの音楽による演出であったりですね例えばビデオゲームで特徴的なものを挙げると難しいボス強いボスっていうのがあります強いボスを あのこのイベントのコンテクストに繋げることで何が起きるかっていうと、この強いボスをようやく倒したっていうその感情を操作することができるんですね。あのすごく大変だったっていう気持ちを作るのに、あの例えばえっ、ー、と村を 襲われてましたそれを守りましたっていうのをなんかストーリーでさらっと見せられてもあんまり盛り上がらない時に実際にそこをゲームで遊ばせることであ確かにあの敵は強かったねっていうことをユーザーにすり込むことができるんですねでこれと似たような仕組みとしてあの一緒にパーティーが長くあの冒険してくれるということを入れてあげるでなんでこれを入れてるかっていうとビデオゲームっていうのはあの プレイする時20時間ぐらい遊ぶんですよね20時間とか遊ぶときにあの映画だと90分とかそのぐらいの間しか出てこない仲間があのビデオゲームだと20時間一緒にいてくれるんでそれだけより親密になってくれるでより親密になるってことはどういうことかっていうと例えばさっきの村のイベントでいうとこのより親密になった敵があの敵がじゃないあの味方があの応援しに来てくれる。もうすごいあのより 4時間よりも20時間一緒に行った人の方がより友達なのでその友達が頑張るって言ってるなら俺も頑張ろうみたいな気持ちを作ることができます。これがあのいわゆるインタラクティブと呼ばれる部分の説明ですね。あのストーリーでは描かれないあのゲームならではの特性によってあの感情が操作されるこの矢印あの今矢印が伸びてるんですけどこれもコンテクストです。だから、 一つのイベントをより強化するために、えっと、ゲームでは難しいボスや長い時間のプレイで仲間になったキャラクターそういうものをあのより物語を強化するためのコンテクストとして使ってるんですねでもう一個実はあります現実世界。そうですね現実世界からも実はあのコンテクストっていうのが物語に対して伸びてくるんですね まあ例えばですね現実世界の社会問題あの今いろいろ話題になっているあの差別問題であるとかあのそういう社会的な問題あの気候問題とかっていうことが、えー、とゲームの中であの裏テーマとしてはっきりは言わず裏テーマとして描かれた場合にやっぱりあの 現実世界に生きてる我々としては、その問題って大事だよね。考えなきゃいけないことだよねって思ってるんですよね。普段から考えちゃってる。で、その考えなきゃいけないことを物語の中で提示されると、リンクされるとあの、世の中の問題のことをそれ同時に考えるようになって、よりゲームの物語が複雑性を増すんですよね。 確かにこのゲームであの社会問題を実は絡めて提起することでよりあの社会問題に対するなんか何か別の答えを提示しようとしてるんじゃないかということをプレイヤーさんは考えてくれるかもしれないそういうコンテクストを用意しておくというやり方もありますもちろんリアルワールド現実世界はこれだけじゃなくてあの実際の友達ですねあのこれはえっとギルドゲームでよくあるギルドいう っていうのに代表されるんですけれども、仲間がいる。あの mmo とか、えっとソーシャルゲームのギルドバトルとかで実際の仲間がいるところで、あの遊んだりしてると、そこになるべくまた行きたいなって思うんですよね。あのコンピューターの npc の仲間ではなく、実際にプレイヤーがいる。オンラインのあの仲間っていうのは、やはりあのコミュニケーションの濃度が高いので。 それをあの失いたくないっていう気持ちは人間にはあってそれを使って物語をより高めるというそういう方法もあります。実は、えっと、MMO とかで一緒に冒険してる仲間っていうそれも MMO の物語を盛り上げるための一つの,あのコンテクストなんですね一人でクリアするだけじゃなくてみんなでクリアするっていうその感動はあの実際の現実世界からやってきてるそういうデザインになってます。さらにです、ね、もう一個は あ,のあなたのジェンダーですねこれはあの、えー、とジェンダーっていうのは何かっていうと、まあ、あ,のあなたが男性とかあなたが女性とか、まあ、仮にそういうものがあるとするとそれによってやっぱりその感情っていうのはある程度コントロールされてしまう,そうあ,のあなたがだどういうタイプの異性を好きか同性を好きかということを。 でえっと、物語に対すするる感情移入のの仕方というのは変わってくるんですよね例えばあの男性を好きな男性が、えっと、ストーリーの中であの男性と女性のカップルの話をあの見せられても、まあ、やっぱり本質的には共感はできないんですなぜならあの自分は、えっと、同性愛の人だから。だとするとゲームとしてはその両方を満足させるような。あの お客様ってのはすごくたくさんいるのでこれはあなたのジェンダーって書いてたんですけど我々としてはあのゲームクリエイターとしては YourGender っていうのはあらゆるジェンダーがここに含まれるというふうに考えなければいけないとそうすることであの誰でも共感できるようなそういうお話というのを、えー、と考える必要があるこれもあの用意しなければいけないコンテクストと考えています。 このように物語とビデオゲームそして現実世界ですねが繋がるコンテクストが伸びていることでプレイヤーの皆さんというのはゲームのストーリーを触ることである感情を動かされると。で、インタラクティブっていうのは実はこの中のビデオゲームに含まれる一つのユニット、簡単な仕組みでしかなくて今までストーリー、ナラティブとか呼ばれて物語だけで あの描かれている文字だけの情報というものからインタラクティブはさらにボタンや、えー、とプレイあのゲームプレイっていうことが含まれ始めそしてそれはあくまでも現実世界の一部の体験としてコンテクストとしてつながっているとだからあのお話を考えるときに一番重要視しなければいけないのはあの文章の文法とかビデオゲームで何が難しいとか社会問題がどうとかっていうことだけではなくて受け取る我々が 何をもって漢字を動かされるかっていうことを見つめるあの、まあ、最初のやった「山幕構成」とかそういう部分の,あのテキストをうまく書けばお話が感動できるかっていうと人間そんんなな単純じゃないんですよ人間ってもっと複雑にできていてもっといろんなものから影響を受けている。 だから文章だけではなくさまざまなものから影響を受けているそのコンテクストのつながりをきちんと,、えー、と考えることでそのプレイヤーさんの感情をコントロールできるんじゃないかというふうに私は考えています。ということで今日のお話は以上で終わりですね。あの満足していただけたかどうかわからないんですけれど今日はあのこちらでお話できてとても幸せでした。